の、それまた今度ね。また今度。はい。秀樹の曲歌ってね、あまり僕はちょっと全盛期のことあまり知らないんですよ。で、母が大好きで、で、レコードたくさん持ってあったんですよね。で、当時子供の頃聞いても何も意味わからなかった。でも大人になって意味わかった曲もあったんですよ。この曲もその一つです。ブルースカイブルー。あの人の指